はい、どうもこんにちは、浮田の杉です。さあ、ようやくスタートします。ポケモン不思議のダンジョン DX。 いやー、待ってた。いやー、本当にね、不思議のダンジョンシリーズは結局なんだかんだ言ってほぼ全種類揃えて持ってます。で、もう作品によってはね、なぜか知らないけど2本持ってるとかね、もうなんかそんな感じ。うん、ただなかなかやっている機会がなくて、なんだろう、動画にもしきれてないし、でクリアもできていないで、けれど自分的には個人的にはローグライク系は好きなんで、本当にプレステ4で出てくれたら、トロフィー全部集めて 100% 達成するくらいやり込みたいなってことを思ったの。けれどまあプレステ4版じゃなくてスイッチ版でということなんで、まあ今回からこれポケモン不思議のダンジョン DX、思いっきりやり込み 100%、 100%、とにかくね、思いっきりやり込んで楽しんでいこうと思います。というわけでよろしくお願いします。まずスタート、初めからで冒険を最初から始めます。あ、体験版のデータは引き継がないにしました。いくす。さあ、ようこそ。ここはポケモンたちの世界へ通じる入り口だ。でもここを通る前に君にいくつか質問があるんだ。素直な気持ちで答えてくれ。良いは OK かな。はい、OK です。さあ、今回何になるかな。質問スタート、いくよ。海でのんびり、気持ちいいかグーグーかどっちかなんだよな。うん、今までグーグーにしてたんだけど、よくよく考えるとね、のんびりはしてるけれど寝てないん。ゴロゴロはしてる。ゴロゴロぼーっとなんで、気持ちにしてみよう。今までグーグーだったけど。はい。いたずら好きですか？はい。空想して遊ぶのが好きです。あ、これも好きです。休日なのに誰も遊んでくれない。とりあえずあなたは。旅に出る、ぼーっとしている、隅っこでじっとしてるのはないな。ぼーっともしてない。ゲームして。ゲームの世界で旅に出る。はい。約束の時間に友達が来ない。あなたは？帰らないなぁ。なんかそのあたりで遊んでるから、イライラもしない。まあ、のんびり待ち続けにしよう。うん。本屋とか入っちゃうんだね。右手で人差し指、あ、左手の指を一本掴んでみて、親指掴んだ。親指掴んだっす。まあ今コントローラーと親指が手元にあるから。たまに自分が年寄り臭いと感じたことありますか？いいえ、まだまだ赤ちゃんです。道端に財布が落ちてる。交番に届ける。うん、ワイワイはしないよ。交番に持ってくよ。んで、男の子、女の子。男の子っす。さて、何になるかな？君はどうやら？とても陽気な人だね。あ、そうっすか。ありがとうございます。いつもニコニコ。周りに元気を与えている。ギャグも大好き。友達もたくさんいて、どこへ行っても人気者だ。そうっすか。でも調子に乗って余計な、あ、これよくある。よくある。よくある。はい。嫁さんにいつも怒られてるよ。陽気な君は？何これ。あ、ゼリガメ。まあ、ゼリガメだったらいいか。まあ、ゼリガメでいいっすよ。そして最後に、君のパートナーを教えてくれないか。人影もいいんだけどなぁ。けどやっぱりここはやっぱり、ピカチュウで行きます。はい。男の子っす。はい。男の子のピカチュウでよろしい。パートナーのニックネームは、まあ、やっぱりピカチュウのままにしとこう。息子の名前にしてもいいんだけど。まあ、とりあえず、ピカチュウで。はい。なんか、喉の調子がまだ悪いよ。この2匹で。はい。行きます。これで。では、いよいよ、ポケモンたちが住む世界へ入っていこう。頑張ってくれ。頑張るっす。でね、やり方としては、
ゆっくりまったり進めて方向にしたんで、まあ、ライブもね、やるんだけど、ライブはどちらかというと、お友達集めで行こうかと思ってます。ここはどこだろう？夢の中なのかな？風が気持ちいい。どこからか声が聞こえる。誰だろう？ねえ、ねえ起きて。起きてってば。あ、気がついた。よかった。なんか喉の調子が悪いぞ。声が出る。ここは、君ここで倒れてたんだよ。起きてくれてよかった。僕はピカチュウよろしくね。で、で、君は、ここら辺じゃ見かけない顔だけど。人間だって。けど自己紹介で人間だ、言うかな？ゼリガメだよ。ふふ。尻尾。確かにゼリガメになっている。でもどうしてだろう。何も思い出せない。君、少し変わってるね。じゃあ名前は？名前はなんて言うの？名前は、名前は、ここだけはやっぱちょっと、自分の名前にしよっかなぁ。じゃない。これでいいか。はい、いきます。はい、これでいいです。なんか、相変わらずそう言われるね。誰か助けて。行くっす。あれ、あっちから声が。バタフリー。どうしたの？大変なのよ。うちのキタピーちゃんが、風呂穴に落っこっちゃったのよ。なんだって？さあ、助けに行こう。体験版でやってることあたりも。あ、もうどうしようかしら。おろおろ。あ、そうか。レベル1からなんだよ。よくよく考えたら、楽勝とか言いそうになった。さあ、小さなもん。行きます。あれ、ここってもしかして、不思議のダンジョン。やっぱりそうだ。ここは不思議のダンジョンだよ。そうっすか。階段探そう。頑張ろうね。では、行くっす。できるよ。A で技を出そう。体当たり。うい。OK。まだいるし。さあ、来い。来い。よし、OK。いくよ、せーの。よいしょ。ピカチュウ戦って。はい、階段。行くっす。マップの見方。自分は黄色、仲間は緑色。道具は青、敵は赤、階段は白。倒したよ。はい。オレンの実を食べると HP が回復。ピカチュウに捕らえちゃった。L を押せばオート移動してくれるぞ。もうちょっとや、試しにね。試しに。便利になってるね、これ。自動で戦ってくれると思ったらいいんだけどな。さあ、いくつ？水鉄砲。はい、倒した。どっち行こう？こっ
ちでいいかな、外回り軽くくるっと回って、水鉄砲。ね。よし。けれど、ちょっと、階段発見しちゃったけど、まだ回ってない部屋が、あるっぽいから。やった。よし、勝った。騒ぐ。騒ぐ。効果は今一つだ。よし、勝った。で、この部屋、一番奥だけど何もない。よいしょ。こっち行ったらこう、ただこんだけだよな。じゃあもうこのフロア終わりかな？終わりだ。何もないわ。下行こう。さてと、降ります。お母さんどこ？ぐすん。助けに来たよ。お母さんが待ってるよ。さあ、帰ろう。キャタピーかわいいな。はい、というわけで、まあ、一番最初のやつを見事に成功させました。小さな森ミッション。この子も無事で、もうなんとお礼をした。というか、やっぱここの曲好きだな。せめてお名前を。僕はピカチュウ。そしてこっちが高本さん。あざす。目がキラキラしてる。キラキラしてる。照れるな、これ。はい、俺ゲット。プチ復活の種。モモンの実。500ポケ。ありがとうございました。では。さっきは手伝ってくれてありがとう。この後どうしよう。どういう家になってるんだろう。ゼニガメの時はどういう家だっけ。あれ、こういう家か。あれ、こんなもんか。まあいいんじゃないですか。これはお助けポスト。ポケモンたちの手紙が組み合わせ集まるんだよと。そして多くのポケモンたちが自然変動に苦しんでいる。キャタピーが落ちた地割れもそうだけど、ここのところいろんな変動がなぜか急に起きているんだ。僕、そんなポケモンたちを救いたいんだ。ポケモンたちが安心して暮らせる世の中にしたいんだよ。ピカチュウ、偉いな。そこで、さっきキャタピーを助けた腕を見込んで、僕と一緒に救助隊やらない？おー、やるよ、もちろん。チームの名前は、お宝図。他なんかいい名前ないから。もう、お任せで、ポケモンズ、ワイワイズ、助けるズ、ダンジョンズ、ラッキーズ、PP マスター、罠よけ団、アイドルズ、アイドルズ、リボン組、レスキューズ、仲良しズ、お助け隊、モフモス、いいな、これ。メガネ隊、キラキラス、諦めない、ミラクルス、頑張る団、技いけいけ、ポケモン団、タネメージ、仲良しズ、お助け隊、アイドルズ、あれ？もうなんか同じのが出てきた。なんかないかなぁ。やっぱりポケモンズでいいか。まあ、ポケモンズでいいよ。思いつかない。はい。スカーフ、いいね。なんか後ろから見ると、リボンにしか見えないんだけど。頑張ろう。ういーす。こうして、高政とピカチュウの救助隊生活が始まったのです。
スタートだよ。次の朝。ここ、石の上？ここ石だよ。石だよ、これ。やっぱり、自分の姿。やっぱり銭亀のままだ。しかし、なんでポケモンになっちゃったんだろう。わからない。そういえば、あのポケモン、ピカチュウって言ったっけ？確か一緒に球場でやるって約束したんだよね。ピカチュウはどうしてるんだろう。ちょっと外に出てみようかな。そうか。後で配信のテストもしなきゃ。あ、しまった。ピカチュウってどこで寝てんの？ピカチュウの絵結局出てくるっけ？もう頑張ろう。何？ははははは。ポストの中に、もしかしたら。おぉ、救助隊スターターセット。救助隊を作ったら必ずもらえるんだよと。救助隊バッジと道具箱。はい、ポケモンニュース。救助隊なんかし、道具箱。はい。はい、読んでみるよ。あと他にも手紙とかはないのか。はい。なんもないよ。バサバサ。昨日作ったばかりなのによくここに救助隊があるって知ってるよな。もしかしてこれは、ピカチュウって、君の方が近くにいるでしょう。まあいいや、俺が見るよ。もしかして、救助の依頼かもしれない。ね、読んでみてよ。ビビビ、君たちのことはケタピーちゃんから聞いた。頼む、助けてくれ。コイルがピンチなのだ。洞窟に不思議な電磁波が流れた拍子に、コイルとコイルがくっついてしまったのだ。だな。レアコイルとして生きていくにも、一匹足りないし、このままでは中途半端だ。お願いだ。助けてくれ、ビビビ。コイルの仲間より。よし、行こう。ゴー！では、ちょっとコイルを助けに行ってまいります。電磁波の洞窟。行くよ。6階まで行かなきゃ。さあ、ちょっとバカしコイルを助けに行ってまいります。 B を押しな、押してる。ダッシュ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 。間違え、これね。瓦折り、よし。ゴー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 。水鉄砲。よし。先に行きます。下に2匹固まってるっぽい。斜め移動。ああ、できない。はい。落ち着いて。よし。よいしょ。やったね。斜めにとできるよ。よし。さあ、ここで斜め移動で R を押しながらの斜め移動の練習です。よいしょ。よし。これね。はい。Z。こういうことで、これで登録している技が出る。
で、技。で、技ボタンの割り当て。とりあえず、違う。こうだよな。はい、足元。さあ行こう。はい、気をつけましょう。で、だ、どっち？ほう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 。はい。エレキボール。よし、レベルアップ。オッケー、レベルアップだ。最高。次次次。けどもう階段ここにあったんだけど、階段とりあえずいいや。もうちょっと探検してから行こう。技を使えば使うほど成長していくんだ。よいしょ。倒したよ。ちょっと回復。今何階だっけ？地下3階。あれ？あ、いない。プラスを押すとリーダーを切り替えたんです。はい。これね。で、ヒントがこうやって出ますと。体当たり。ピカチュウが取ってくれた。くしょう、くしょう。またもう下に階段見つけちゃったし。あ、上にいる。で、ピカチュウもレベルアップ。さあ、ガンガンいくつか。こっち。あ、猫だましの PP がゼロになった。けれど今、地下4階か。さあ来い。耐え当てた。あら、ちょっと絶対あたりあまり効かないのかな。噛みつく。よし。階段発見。はい、交代交代、ピカチュウ交代して。よし、下行こう。いや、その前に回復。え、もうお腹空いてきた。今日先行くよ。
あそこにいる、助けよう。はい、ミッション達成。うん、よかったよかった、おかげで助かった。大きな人形をもらった。俺の身をもらった。610もらった。いい感じで進んでるっすよ。こういう生活もいいな。あ、夢だ。ここはどこ？もしかして夢の中だよ。あれ？誰かいる。誰だろう？知ってる人なのかな？思い出せない。なんか。まあいいや。今日も救助頑張ろう。手紙は来てるかな？あ、来てる来てる来てる。手紙来てるじゃん。ああ。おはようっす。今日来てなかった。3通入ってるように見えるんだけど。わかりました。ポケモン広場。はい、ここがいろんなお店、隠れ家のお店、道具を売ったり買ったり買ったり売ったりできるっす。あ、じゃあす。お金預け、いつもお世話になってます。で、ここはザ連結店。ここ一番使ったな。おばちゃん、ありがとう。そうっすね。早く地図を買うよ。地図というか、エリア、買えるようになりたい。はい。行ってみよう。ここ、まだね、お店ができてないんだな。どれどれ。掲示板を見る。おー、結構ある。小さな森で。小さな森。このダンジョン、怖いよ。ここはどこ？誰か助けて。ニドランが。で、お礼としては、キトさんバンダナがもらえる。難易度 F です。これも OK。で、受けます。全部依頼受けるよ。ねじり鉢巻き。よし。で、受けた依頼はこんな感じになります。あー、実行のやつがない。こういう感じになるんだ。よし。はい、こっちから行きます、ダンジョンはね。どうした？はい。頑張ろう。はい。ダンジョンはこっちの道から行ける。了解っす。よし。はい。というわけで、まあ、今回はこの辺で一旦終わりにします。これからちょっと、ここ郵便物入ってるように見えるんだけど、
ポストが入ってんじゃん。機銃隊よく。入ってた。うん。で、何を言うとし、あ、はい。今回はこんな感じだけど、依頼の方はライブで進めたり、まあ、ストーリーで進めたりとか、やっていこうかと思います。では、まあ、これからできる限り毎日のように頑張って長いこと続けて、で、思いっきりやり込みできるように頑張っていこうと思うんで、応援よろしくお願いします。というわけで、まあ、今回この辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイっす。